中古車販売大手ビッグモーターが愛知、三重、高知、宮崎各県の計4店舗を8月末に閉鎖し、近隣の店舗に統合したことが2日、分かった。同社は自動車保険の保険金不正請求問題で経営が悪化しており、関係者によると、店舗統廃合は合理化の一環、閉鎖店舗は大府、愛知県、四日市日永、三重県、高知、宮崎神宮でいずれも比較的規模が小さかったという、公式サイトで店舗名を検索しても情報が表示されなくなっている。統合先は大型店舗で名古屋茶屋、四日市、高知土佐道路、宮崎、すでに買取などの業務を引き継ぎ、顧客からの問い合わせに応じている。ネットの声、倒産は既定路線、そして経営陣は逮捕されるだろう。BM がこの世にある時間は、ほとんど残ってない。さて問題は、BM と同等以上の犯罪を招いたであろう。損保会社の数々だ。損保ジャパンはもはや当然として、他の保険会社にも、厳しい鉄追を行うことだ。この業界の闇は深い。公正な裁きを行って、澄み渡るような浄化を断行するべき時、も申し訳ないが、真っ当な企業になってほしいとか、社会で必要とされる存在であるとか、そんなことは一切思わない。この会社は、これ以上社会に迷惑をかけないうちに、綺麗に畳むことを考えた方が良いと思う。会社は潰れるべきという意見が多く、もっともながら、その前に犯罪の上で築かれた親子の全財産を今後の負債や保証の対応のために吐き出してもらわなければ余計割が合わないことになる。直接指示の証拠がなくても、その犯罪組織のトップが情状判断で裁かれる法改正を緊急に行うべき事態に思う。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。